どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。青木月夜と白騎士団サブマスの新シード36です。もちゆきさんの、YouTube ページでなんでお前が来たってか誰みたいな話だと思うんですけど、今回ちょっともちゆきさんのミラティブ配信で、一緒にコラボをさせて、ちょっと楽しく会話をさせていただきました。なんで、ちょっと動画、せっかくだったら出しませんかっていうことで、僕が編集をさせていただいたんで、ちょっとオープニングは僕がやらせていただいております。で、突然始まったコラボ配信だ、コラボ通話か、だったんですけど、僕と、もちゆきさんと、あと、お猿のジョージさんで、ちょっと楽しくワイワイ話してるっていう内容の動画でございます。ちょっと編成の話とか、そうだな、なんかこれから強くなる人とかはこういうとこやった方がいいよみたいな、なんかもう僕ちょっと投げやりで言ってたんで、そういう方にはちょっとすいませんって感じなんですけど、よかったらね、軽く見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは早速動画の方に行ってみましょう。あ、もし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 いいですよ全然。なんかすごい混乱してそうだったから、コメント打つのめんどくせえってなってて。ありがとう。155のカオスって、クリティカル耐性が 300% あるから、クリティカルを出さない前提で戦うのが普通なんだ。もしもし。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いしますで、なんだっけ、出さないの前提だから、作詞とか一切使わなくて、小春に刻印とかでダメージを伸ばすんだけど、モッド直剣とかね、なんだけど、例えば俺みたいに、魔人だるっていう人だったら、ワンアイドをやることが多いんだけど、最近は斧のモッドで押せる人も結構いるんだけど、俺とかだと無理だから、はやぶさでワンアイドをやるっていう人が多いのに、多くはないか。まあでもそういう人もいますよっていう。まあなんか見かけるね。で、ティノンのクリティカルダメージ 18% アップっていうのが、はやぶさをするときにクリダメって結構上がるから、それを利用するんだったら、アナライズユイの、デバフ、を入れてくれれば、情報処理が発動するわけじゃん。ちょっと待って。あ、情報処理が落ちてない。あ、そう、はい、情報処理。情報処理できてないわ、俺。なるほどね。そう。で、で、これ、青バラキリトってさ、シノンつけると攻撃力が 20% 上昇するから、これ合わせると強いよみたいな話だったから。強いね。そう。俺もそれ欲しい。要するに、でもなんか、場面によると思うよ。場面による。と、なんか、青バラキリトを使いますって言ったんだけど、例えば、ヤンモット直剣で使うとかだったら、間違いなく青バラキリトがいいんだけど。確かに。水モットで行くってなった時に、青バラキリトと、シノンを入れなきゃ 20% 上がんないじゃん。けど、なんか例えば、アリスがいなければなんだけど、だったら、アスナのパワーライズの方が、1枚で 20% アップと同じパワーライズが完結するから、そっちの方がいいじゃんってなって、シノンを、ウィッチシノンを普通は入れるんだけど、いや、ウィッチシノン入れるぐらいだったら、覚醒のなんか違うの入れた方がいいわってなってきたりもする。なるほど。で、青バラで固定する人が多いし、枚数的にやっぱ、固定になりがちなんだけど、選択肢がある場合は青バラキリトが毎回絶対にいるとは限らない。そうだよね。確かに。でも直剣だったらいくら水押しでも固定することはあるけど、ナーシャの編成とかで俺だいぶ変えてるんだよ。青
バラ最終入れてたんだけど、うん、あの結局あれ防御力アップ必要ないじゃん、うん、あのレイピアとか行くなら、うん、あだったら別に青バラとシノン使ってわざわざ 20% 上げるぐらいだったらこのアスナ使っちゃった方が全然いいしみたいな、ね、体験確かに、うん、あ俺ナーシャの編成が欲しいそれ当たんなかったこれあるとナーシャ結構良さげなって思うけど俺は外したの噴光だねでも、うん、いやなんかねシノン3枚指でやるとしたらこいつありなんだけど、うん、シノン3枚入れたら楽だから、うん、レイピアでやるってなったらああ弓だといいって話か、うん、そうそうそうあってこれシノンのスキルだから弓が使いやすいっぽい交換なのかなそうそうそうそれっぽい効果だよねなんかそうでもレイピアにしたらってなったらいや使えねえわってなってで青バラキリトのシノン入れるのも無駄になって、うんうん、だったらウィンドコンバージョンじゃないけどアスナとかの覚醒パワーライズ入れた方が強いわ、うん、あアリス入ってこないほぼ弓専用じゃんこれそう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 だからなんか場面によってめっちゃ青バラ切り替えないあなんかたまに単純にめんどくさくても青バラキリトがなんか強いっつって思考停止してそのままで終わるあそう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 いう人も多分いっぱいいるかなうん場面によって全然変えるから、うん、でも青バラ固定って多そうだよねまあ多いと思ううんまあ青バラなんかみんな強い強い言ってるからこれ使っときゃいいんだろうみたいな風潮はあるそう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 まあでもなんかその固定化する人って、うん、俺の持論だけどうんあの固定化した方が楽だわってやるやつは編成クソ下手だなって確かにガチでめんどくさがってやってそこでもう思考停止してあ編成力終わったわあー青バラみんな思ってるほど強ないのいや強いことは強いけど、ね、場面によるって話だよ、ねまあ、レベルによるじゃないトータルパワーとかなんだろう、うん、なんかスキル揃ってる人からしたら多分そんなにあとはその手持ちのスキルがその相性いいかどうかでしょうそうそうそうデータみんなが過剰に期待しすぎてる気はするまあそれはね、そうね、そのスキルどんなスキルも万能なものはないって話でしょうん、だから生属性が相手なのに青バラキリとまあなんかバーライトそれしかないとかだったらしょうがないけど、うん、そのまま固定してるやつとか何してもお前とか思うからうんなるほどね他のだって元のステータス高くねと大したらがんねえしうんそうだねそりゃあね俺も思うんだけどそのちゃんと自分で考えてから質問してるのって思っちゃうそ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 うだからハルさんとかがあの動画出しちゃってまさにそれを、うん、俺も思ったそれはうんあの俺もやっぱしょぼいから、うん、あのクイズ最後の1、2枚は外したんだよ。ああ。あそっちじゃねえか、みたいな。ああ、こっちから、みたいな。だから俺結構しょぼいのよ、ハルさんから、みたいな。何そんな何クイズあんのあの、なんかその、スカルリーパ戦で、こういう周回の仕方ができるよっていう風に書いたら、めっちゃ DM 来たらしくて。みんな編成教えて、つって。そうそうそう。でも、ハルさんは、いやもうそのこういう周回動画でこういうまず覚醒のなんか覚醒した時にさマーク出るじゃん、うん、あれからどのスキルを使ってるのかなとかそうそれそれそれとかそういうのを読み取って自分で考えてやればだんだん何使ってんのか全部わかるようになるなんなら元の中身も分かってくるみたいなこういう話をしててでレベル高すぎだいたいその青バラキリトとかのこのさ、剣士の覚醒とか龍脈とかこういう感じのマークってもうほぼ限られてるから。そう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 。うん。で、案外その噴光とかも結構限られてんだよね。そう。スキルが。だから、噴光、うん。枚数あるけど、うん、そこそこ。うん。でもなんか、じゃあこのスカルリーパー相手に、この噴光で、これは絶対使わないやろみたいな。うん、そういうのは、割と省いちゃうとうじゃあどれだって結構たどり着けるし例えばこういうなんか勇気何枚以上装備時って書いてあったらあ勇気しか装備しないなみたいなそうそうそう勇気っていうかなんか限定されてくるんだよね使うスキルがだから持ってる人ならこのスキル使ってんだったらこれみたいな、うん、あごめんああいえいえ強いて言えば、うん、春雷と噴光が同じマークだからあその辺の判断がむずいってだけそうだね
となんか なんだっけ回復のバフ効果中って書いてあったら回復のバフがついてるかどうかのマークを見るとかさ、そうそうそう、まあ、そういうのなんか解説してたね、ハルさん。なんかさ、まあ、あれが基本編らしいんで、すごいね、まあ僕基本もできてないっていうなんか空下衝撃キリトとか、基本のレベルが高いよ。そう、なんか議論のレベル高すぎるなと。まずスキルの知識がない人が多い、持ってない人が多いから一概には言えないけど考えてない人多いよね。うん、多い。うん、でもなんかあれで入門編って言ってたんだよ、その動画では。すげえ高度、俺らからしたら高度なことやってんなって思ったけど、あれでようやく入門編みたいなことを言ってた。俺全然スキルでも知識ないよいや、あれででもできる人相当すごいよ。うん、最近気づいたんだけど、うん、課金しない人って、うん、新しいオーダー来てもさ、うん、多分大して読まないじゃん、うんうん、課金する人ってこれ使えるかなって読むのよ。確かに。で、確かに、そのでもいいスキルは、うん、まあ俺も忘れちゃうけど、うん、コン使わねえからいいわみたいなけど、なんだろう、もし出たらぶっ壊れが来たらさ、うん、うおってなるじゃん。なる。でもぶっ壊れじゃなくても、うん、自分が持ってるスキルと組み合わせるとぶっ壊れになるみたいな。ああ、そう、そういうのを、そうだ、ね、見てるか見てないかの差もあると思う。なんか俺オーダーまとめてるとなんか自然に読んじゃうね。なんかそうそうそう、そういう、でも課金しないと読む必要ある？いないんだよ。ないだって弾けないもん。そうだね。いいなーって言っただけだよね。いやでも読むとしたら、その課金、自分が使えるジェムの中でどれを弾くかって本当に真剣に考えてる人は、やっぱり読んでどれ狙うか、どれ狙うかって必死に考えるんじゃない？なんか、やっぱり。いうふうに環境スキルあってもテンプレ編成がない理由がわかるよね。なるほどね。編成、俺もさ、うん、動画にしようかなって思ったんだけど、うん、ちょっとだからツイッターで、うん、編成、いや、まあ、やれるかどうかは別として、うん、需要あると思うって聞いたら、うん、俺いいね、普段10件ぐらいは来るのに、うん、もう1件しか来なくて、うん、あ、みんなこれやっぱ察してるんだって思ってやめた。さすがツイッター見って思った。なるほどね。みんなやっぱり編成ってこういうもんって分かってるから、いいねつかないんだね。あー、でも、あ、そうだね。うん。でも本当に強い人が見てるんだな、ツイート。だろ、無課金でやるんだったら、うん、ムンクレのカメちゃんとかに聞いたらいいんじゃないの？あー。なるほど。無課金だと強くなるとやっぱ時間かかるんじゃない？かかるかかる。カメちゃん時間かかってる。かかるけど、ね。相当運がいい方だけどね。多分強くなるまでにもうサービス終了してるよ。サーシュ、はい、いかがだったでしょうか。だろう、やっぱりその結構このゲーム努力しないとなかなかね強くならないっていう部分もあるんですけど、まあ、やっぱりそこの途中で折れてしまう人っていうのが結構多くて、まあ、やっぱりもちゆきさんとかもそういうとこすごい気にされてて、せっかくいいゲームなのにやっぱそこでうわ振動無理だわみたいなになっちゃうんですけど、やっぱりあのスキルの編成ももちろんだし、まあその自分無課金なんてそんな持ってないんだから編成もクソもねえわーっていう人もいると思うんですけど、僕も最初は全然スキル持ってなかったけど200枚あたりからなんかできるようになってきたんですよ。あの、あ、これとこれ、あ、これ全然使えないと思ってたけど強くないって思ってたけどこれ使えるじゃんみたいなと、まあある程度強くはなってきたんで、まあちょっとめげずにね、いろいろ試してみるとか頑張ってみてください。それではね、またお会いしましょう。ではでは。Thank you.